校にいてもお家にいてもオラちゃんといることですごく特別な感じがして日常がより楽しくなりました。あとオラちゃんと一緒にいるといろんな方に声をかけてくださることがすごく多くて、いろんな方と交流ができることが、すごく楽しいです。抱っこをしてくださった方、声をかけてくださった方、オラちゃんを会ったきっかけに動画を見てくださった、いろんなたくさんの方、本当にありがとうございます。そうですね、オラちゃん一人でもしこけてしまうと自分では立ち上がれられないので、お家の中の掃除とか物の配置とかにすごく気を配るようになりました。で、一度角が怪我してしまって入院したことがあるんですけれど、それ以降やっぱお出かけするときにすごく気を使うようになって、お出かけにメリハリができたりとか、なるべくオラちゃんファーストでお出かけするようにはなってます。そうですね、今までは夫婦の時間で夫婦の時間でずっと過ごしてたんですけど、子供がいないのでもうオラちゃんがもう我が子供みたいな感じになって、何をするにしてもオラちゃんのことを考えて会話もオラちゃんのこととか会話のバリエーションとかがすごく増えたなと思います。いろいろメリットを言いましたけど、一番はとにかく可愛いってことです。お迎えした時から、今日までその可愛さは変わらないというかより可愛くなってる。デメリットか、そうですね、デメリットというのかな、充電器、お出かけ今車でしてるんですけど、ちょっと充電器が重いのとそれがちょっとしづらいなっていうのとで、携帯充電器が発売されるみたいなので、そうなったら電車とかバスとか乗り物の範囲もちょっと広がるのかなと思って、それもちょっと楽しみにしてます。であともう一つは北陸っていうか福井は雷が結構多いので、雷が鳴るとちょっとネストの電源を落とそうかどうかっていうのをちょっと悩むっていう。なのでいつも雷レーダーをチェックしながら雷さんの行方を調べながらネストの電源を落とすかどうかをいつもちょっと考えます。それぐらいですかね、多分。もう一つありました。入院です。オラちゃん初めて最初に入院した時に3週間ほどお家いなかったんですけど、その時はもうすごく寂しくて、早く帰ってこないかなって言ってオラパパとずっと話をしてました。なのでそれが、デメリットといえばそうかなと思います。オラチャンネルは、今後も継続して動画を撮っていきたいと思います。どうぞこれからもよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録お願いします。またねー。いつもありがとう。